ですね、アッサラモアレイクムワラハマトラヒワバラカート、杉本です。で今回は横浜市に新たに建設予定になっています。アッサリヒ横浜マスジドのご紹介ですね。こちら全く新しいモスクを今計画をしているところです。でこの募金活動ですね、今始めていきたいと思っています。大きさとしてはですね、200平米、ワンフロアであって、3階建てにする予定です。で、その近くにですね、実はアパートが2つあって、ここから定期的な収入が入るという計画ですね。なので、メンテナンスの方もそれでできるかなということです。で、これまで横浜にはね、人がたくさん、ムスリムもたくさんいて、欲しいとずっと思っていたんですが、ようやく、できますよということで、非常にこれが、皆さんが待ってたモスクのプロジェクトになりますね。で、大体定期的には100人ぐらいのムスリムの方がこう集まってきます。特にインドネシア人がね、一番多いということで、皆さん頑張って今募金活動をね始めている段階ですね。インシャアラー、これはね、アッラーの道のために、出資をするということで、ワカフということで、さまざまなパッケージができています。3万円のコースとか2万円、1万円のコースね、それぞれ自分の払える範囲でですね、サポートしていただければありがたいです。あとはね、本当に100円からでも200円からでもサポート可能なので、ぜひ皆さんですね、自分ができる限りですね、サポートお願いします。でこれは自分の家をジャンナに作る、マスジドをこの現世で建てる、そのために手伝うということは、来世において天国においてアッラーが私たちのために家を建ててくださるというハディスがありますね、インシャアラー。なのでぜひですね、このマスドプロジェクト成功させましょう、インシャアラー。では皆さん、よろしくお願いします。アッサラモアレイクムワラハマトラヒワバラカ。